というわけでスペーシア走り行きます。これね、基本的には鈴木のが微妙に軽くて車重870キロ、N ボックスが890キロなので微妙に違います。まあまあほとんど実情変わらないです。で、何よりもですね、最初に気づくのが結構ね、やっぱり N ボックスのが乗り心地は分かりやすくソフトですね。で、何よりもエンジンがですね、これ同じ 660cc の直三、ノンターボなんですけど、馬力がね52馬力で、それに、マイルドハイブリッドのモーターがついてるから、それが 3.1 馬力足してもですね 55.1 なので、 N ボックスはノンターボで58馬力なので負けてるんですよね。こちらの方がパワー負けてるんですけど、ただね、これね、発進はねちょっとグイッと出ます。それはね、ちょっとね、わざとらしいぐらい微妙に出て、それ何よりも、このモーターがわずか、100回転も、とにかく発進直後に50ニュートン出るんで、合わせると、まあ、そのまま額面通り合わせると110ニュートンっていうね、まあ、出足だからそこまで出てないんですけど、踏んだ時の出足は明らかにいいです。それもね、最初のね、最初の10メートルっていうより、最初の1メートルぐらいがすごいグッと効いて、で、それから、中間のね、追い越し加速の時もパッと踏んだ時にピッと立ち上がるのは、スペーシアの方が、上と言いましょうか。確かにモーターアシスト効いています。一方、乗り心地はね、やっぱり硬めです。ちょっとゴツゴツ感があり、もちろん滑らかなんですけど、やっぱ継ぎ目とか細かい、でこぼこをこういった時のゴツゴツ感が、やはりN ボックスよりあって、特にリアシートに座ってた時はね、ああ、街中でちょっと固めだなと感じました。一方ね、ステアリングはね、電動アシストがすごく効いてる感じです。その分ちょっとね、フィールが、N ボックスに比べてちょっと足りないようなところもあるんですけども、そこら辺はね、まあ、慣れでしょうかね。まあ、この、電動アシスト感はもう、加速も、ステアリングもそうですね。ちょっと電動アシスト感があるのに比べて、N ボックスの方が、より自然な味付けという、そういった違いがありましたね。それから、この自動追従、先進安全性なんですけど、やっぱりこのね、スペーシア、電子パーキングブレーキ、入ってない足踏みなんですけど、完全停止しますね。これはね、いいですね。ただ、1、2、3。数秒するともう解除されちゃうっていうのが、電子パーキングブレーキがないからなんですけど、この完全停止するのはね、やはり、魅力ですね。ただし、ステアリングに、のレーンキープアシストとかそういうのはね、全くないです。わかりました。これスペーシアね、レーンキープアシストはないんですけども、ただレーン逸脱警報は出ます。こうやって、ちょっとあえてやると、ちょっと左側に寄ってくると、そう、アクセンをこうはみ出しそうになると、警報を発してくれる。ただし、そこに対して、ステアリングのアクション、ステアリングを内側に切ってくれるというような動作はないですね。このあたりね、N ボックスもそんなに積極的じゃないけど、レーンキープアシストがついていて、果たして完全停止する ACC と、その分、このレーンキープの性能が弱いというか警報だけっていうの、どっちがいいかっていうとね、これ悩むな。てなわけで買って知ったる N ボックスですが、もうね、乗るとね、まあ安心しちゃうっていうのもあるんですが、やっぱりね、乗り心地は N ボックスなのが上ですね。あとね、発進加速はもちろんね、あの電動のスペーシアの方がね、ガツンと出るんですけど、あれね、それは気持ちいいんだけれども、
ちょっとね、ガツンと出て、ちょっとそのすぐにアクセルを緩めなきゃいけない時には結構ね、ちょっとね、ギクシャクを感じることがあって、そういう意味ではマイルドハイブリッドもついてないこの Nボックス の方がやっぱりね、自然です。それはステアリングフィールもそうで、まああちらの方がね、露骨になんか結構電動アシストが効いて、軽い感じがするんですけど、Nボックス はそういったところがなく全体的にしっとりしていて自然です。ただし、まあその出足のクッと、その気持ちいい電動感、後で体験するアダプティブオートクルーズがね、やっぱりこれがね、もう街中でもまあ使え、今ちょっとやっちゃいますけど、もうメインスイッチをこう入れて、レーンキープと両方入れて、セットを押すと、まあ自動で追尾するのが始まるんですけど、まあ時速30キロ以下、現実にこうやってね、時速20キロから15キロぐらいで、解除されちゃうんですよ。オートクルーズが今まさにそうですけど、時速20キロでプーッと音が鳴って、まあ自分でブレーキを踏むと、まあそれはそれでいいことなんでしょうけども、やっぱりね、今時はつけてほしいな、Nボックス。そこがね、やっぱり唯一残念ですね、なんか。なわけで、マイチェーン Nボックス、密かに良くなってた嬉しい点、第3。それはですね、このレーンキープアシストです。そう、この今追従走行で高速走ってますけれども、今までの Nボックスはね、実はもう本当にレーンキープアシストといっても、実際問題としては車線をまたぎそうになるときにこう戻す、左に行ったら右戻す、で右に行ってですね、右に行き過ぎたら越えそうになったら左戻すみたいな、ちょっとピンボール的な動きだったんですけども、これ今のですね、現行の N ワゴンとかと同様のね、センターをトレースする方向に完璧に進化してます。ここが一番実はね、驚いた小沢浩二、オーナー、Nボックスオーナー的にはですね、ここが一番、ちょっと新型に嫉妬するポイントかもしれません。燃費ですが、ちょっと見にくいんですが、こちらが、今さっきね、20.2 だったんですけど、ちょっとアイドリングで今止めてる間下がっちゃったんですが、20.2。で、Nボックスがね、20.9 なので、まあ、ほとんど誤差範囲、うわ、すげえ見づらいな。ほとんど誤差範囲ではありますが、Nボックスも良かったですね。てなわけで、小ネタお掃除対決。Nボックスは、やっぱり、これは楽。これは、こうやって。あと、これも、この紐を引っ張って、これで、これ。これは楽。足上げて赤ちゃんのお尻拭いてるみたいな感じですけど、わかりますか。あとこれ前にして倒すと、ほんとここもこうなんか背中を掃除してるみたいな、ここら辺は楽です。こういうところ、まあまあまあ特にすごい便利というのは、まあこれセンタータンクレイアウトだから、ここら辺タンクが入ってて、そう、確かね、ここがかかとぶつけるって人はいたな。センタータンク出っ張ってんのって、助手席真ん中と運転席とその真ん中ぐらいで、助手席はまあフラットなんだね。で、次はスペーシア。 Nボックスみたいな跳ね上げはないので、ここはやっぱりちょっと面倒くさいは面倒くさいかな。あとここ結構段差あるんだね。ここに燃料タンクが、まあちょっとやっぱこの奥の方はやっぱり面倒くさいね。あとやっぱ構造違うのが分かるの、これ、あのこれ水準やっちゃうと、これやっぱり Nボックスほど低くなんないし、いやこういう掃除はできんのか、ここを、あ、やっぱりこれは、あ、ちょっとお掃除対決で偶然気づいたんですよ。こっからここまでがやっぱりスペーシアのが明らかに狭い。まあこっちもリアシート、座面っていうか床下上がってるんだけど、こっからがあのこの吐き出し口が、からの奥が高くなってくる、この吐き出し口の結構
手前に出っ張ってて、あーやっぱり構造、足元がやっぱスペーシア掃除してると狭いということに気づきますね。一番前になってここもボール入んない。おー本当だ、ボール入んない。やっぱここの高さ明らかに、こっちはしかも、はい、リチウムイオンバッテリーがここに入ってるから、別にここにボールを入れるのは別にマストじゃないんだけど、やっぱりし違いますね。そう、お掃除対決、結論は N ボックスの勝ちですね。まあそんな、こっちも掃除しやすいけど、より N ボックスの方が、特にフロアの構造が結構違うんだってことが、お掃除対決をするとちょっと見えてきます。ではこれから自転車乗せやすさ対決。まずこうやって倒した時は、あのね、確かだけど、まあ、助手席が向こうに行くっていうんではね、スペーシアの方がすごい上、ただこっちが、微妙に N ボックスより短いんですけど、けど基本的には変わらないんですけど、ただねここ見て、これアクセル、自転車を乗せやすいようにここにスロープがついてで、高さはあんまりないというか、まあ、あっちにガツンと入るのは基本的に乗せやすさはそんな変わらないんですけど、ここに自転車用のステップがついてる。ちなみに N ボックスはですね、ない、まあそんな大差はないんですけど、ただやっぱりね、ここね私物ですけどぶつけます。まあどうなんだろうな、これでも十分じゃ十分か、まあ、なんとなく気分的にこっちの方が汚れ物を、汚れたタイヤを乗せてもいいような気分になる、そんな感じでしょうか。このフロントタイヤがここにバッチリ、助手席の後ろにですね、入るという意味では、スペーシアの方がもしかしたらいいかもしれないですね。そうです。てなわけで、総評ですけれども、果たして N ボックスとスペーシアどっちがいいか、ジャガ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 ジャン、スペーシアはすごくギアっぽく工夫がすごくしてあって、デザインも、特にお子さんなんていうのに受けそうな気がするんですけども、やっぱり根本的に N ボックスが広いというのと、やっぱね走りもこっちね、ACC の性能、いわゆる全車速で追従するっていう性能と、あとね、出足のグッド、電動による、そのマイルドハイブリッドによる電動による出足の良さはいいんですけど、そっちの方がね、素直なんと、やっぱり、ね、走りが、ね、非常に上質です。乗り心地がいい。やっぱりね、僕はいろんな意味で、やっぱり N ボックス買って良かったなと思っています。唯一だからね、それに ACC 全車速追従じゃないっていう、完全停止しないというのがね、つくづくもうね残念、マイナーチェンジでもそれがつけてないよね。そこがね、なんかね、いや、なんなんて勝者のおごりっていうのはね、絶対つけるべきだと思いますよ。僕だって N ワゴンについてこいつにつけられないわけないじゃないですか。まあいろいろ供給の問題とかあるのかもしれないんですけど、これに全車速追従の ACC がついたらね、鬼に金棒でも買い替えちゃうかとちょっと思っちゃうくらいです。